皆さん、こんにちは。ティンダーメークはキュンダクです。茶席での所作を教えます。茶席の所作はやっぱり、まあ、指を揃えてゆっくりと、まず、畳の近くで、まあ、できれば綺麗に見えるように、まあ、危なくないように、ね。あとは、まあ、身だしなみが大事ですし、座り方もそうです。やはり、中心線が一番でございます。歩き方、踏まないこと、はい。お辞儀は大事ですね。はい。襖の開け閉め、音を立てないように。扇子の使い方、前ですね。はい。気をつけましょう。縁には置かないように。あと、茶の飲み方も大事ですし、お菓子は東と生菓子、全然違いますね。生菓子は金トン、餅菓子とか、切り餅、ネギ切りとか、日持ちしないもの。日持ちするのは飴菓子。はい。まあ、場合によって合わせる割っちゃとは全然違いますからね。器を見たいですね。はい。茶室の持ち方も気をつけて、温め方も気をつけます。以上でございます。茶席での所作でした。バイバイ。